皆さんこんにちは、シガです。チュルチュロミン、ゆずはです。こんにちは、ミリチャムです。みんな、ハリーどうも、ハリーです。こんにちは、リセリです。コンコン、ゆうきだった、ね、よっしゃ、はい、ということで今回はですね、なんとメンズプロデュースモテ対決でございます。よっしゃ、新しいね。今回メンズが女子モデルの私服の中でコーディネートして今回モテ対決をしていくということになっております。はい、ちゃんと話し合った、みんな。めちゃめちゃ話し合ったよ。3分で決まった、うん、マジ3分で決まった。2時間ビデオ通話したのに何も決まんなかったから、ね、やばい。ということで、それではね、早速やっていきたいと思います。はい、さあ今回リセリのコーデは俺が組んだんですけど、2人でね、うん、話して、リセリもなんか普段の自分の服やったらありきたりになるからみたいな、結構コーデ紹介とかね、しとうか、そうなんですよ、やったらなんかもう俺の服着ちゃうっつってリセリが着なさそうな、なんかこうちょっとボーイッシュさもあってみたいな、でも女の子が着ても可愛いような、え、可愛いよなこれね。今日の朝まで出れまして間違いない。まあ俺がもう単純に好みな、なんか彼女とかに服とか貸したりとかするの割と好きな方なんで。確かに彼氏に借りた感あるよな、ね、これ。じゃあ、モテ対決の意気込みお願いします。絶対に1位取りてーです、ね、まあ余裕っしょ。絶対に1位、いえ、いえ頑張ります。はい、ということで、今回のミリアのコーデを僕が選びました。はい、高校生受けというか、うん、そっちで結構メンズライクというか、ダボっとしたトレーナーとかパーカー合わせようかなと思ったんですけど、ないって言うから持ってないんだもん。だってもうあのお姉さん系で今日は行こうかなと思って選びました。モテ対決の意気込みお願いしたいです。私あとモテ対決今まで勝ったことないんで。あ、そうなんだ。頑張ります。頑張ってください。二十歳になったんでお姉さんを出して頑張ってください。はい、ということで今回ゆずはのコーデ選びました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上です。いや、違うか、ごめん。最近高校生とはちょっとメンズライクのやつ流行ってんなと思ったんで、うん、今回はちょっとあえていつものゆずはではなく、強めにね、男の本能をちょっとくすぐっていこうかなという作戦でございます。はい、賢い作戦です。はい、はい、電話で決めてたら僕たちも3分で決まりましたね。ほんと、はい、秒だったよね。マジで秒だった。あ、もうこれ、あ、これ、あ、これ、あ、いいねっていう感じでこれワンチャン俺も同じでいけるわっつって、今日あのほぼ同じで感じでしてきました。イエーイ、うん、って感じで。どうすか、ゆずはさん、勝てそうですか。いつもモテ対決で先ほど前回甘めイエーイみたいな感じで出てたんですけど、はいはい、ちょっと不安なとこあるけど、まあでもゆずは大丈夫、うん、もしもゆずは負けたとしてもこれは俺のコーディネートだから別にゆずは悪くない。確かに、確かにそういうモチベーションでいって、うん、そうだから、まあでも勝ちに行くから、うん、うん、高校生を虜にしていきたいと思います。イエーイ、バイバーイ。バイバーイ。はい、ということでメンズのモデルたちが連れてきてくれました。イエーイ、1組目です。ありがとうございます。あざーす。なんと中学2年生らしいです。マジで見えへん、混ぜてるな、本当にすごい、大人っぽい、可愛いね。やめなさい。もうかかり一緒にクレープ食べましょう。年上お姉さんと子供のデートしましょう。まずはします。せーの、お願いします。服装と髪型が一番好みです。おお、メンズのおかげです。え、嬉しいです。一発目は嬉しすぎてドキドキしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、先ほど選ばれなかったお二人です。いや、まあ中学生とかはナイキとかシュプリームとか好きなんでっていうのは思いましたね。はい、あのスキューシーとか、そうなんかペアガみたいな。ゆうきくんリスってことになるかな。違う、リサってない、リサってない。違う、中学生好きやん。でも続いてのお兄さんたちに来てもらいました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。2人ずつ意気込みを言うので、顔じゃなくて服のコーディネートでいいなと思う子を選んでください。お願いします。お願いします。お願いします。あなたのウブラブ私にください。よいしょ。せっけのあるお姉さんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私がすべてを癒します。よろしくお願いします。お願いします。やばい、やばい、どうするですか、やっぱり。ミリちゃんも選んでくれた理由、一人ずつ教えてください。癒してくれるって聞いたので、もうその言葉で一目惚れしました。クソ意味ないじゃん。ありがとうございます。シンプルでとてもいいなと思いました。やった。自分白好きなんで、それだけです。ありがとうございます。ミ
歌を選んでくれた理由を教えてください。今日好きですって前から知ってたんで選びました。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか前からっていうのがいいよね。ありがとうございます。ありがとうございました。歯医者のリセリさん、どうですか今の気持ちは。俺がちょっと今回考えて滑らした形になってしまった。取り返します。はい、ということで3組目のお兄さんたちに来てもらいました。イエーイ。もしお泊まりすることがあったら洋服貸してください。あ、たくさんよろしくお願いします。お願いします。皆さん保健体育教えます。お願いします。いや、お願いします。なんですか。ゆるふわな感じで可愛いな。嬉しい、ありがとうございます。選んでくれた理由を教えてください。話しやすそうで可愛かったので選びました。ありがとうございます。可愛いなんて言われるの久しぶりだよ。ありがとうございます。4組目のお兄さんたちに来てもらいました。ありがとうございます。夜中にコンビニ行きましょう。お姉さんと夜にデートでも行きましょう。君のハートをベロベロにします。お願いします。どうして選んでくれたんですか。僕がタイプだったんで。おー、ありがとうございます。どうして選んでくれたんですか。一番可愛かったです。お、やった、率直に嬉しい。選んでくれた理由。純粋に真っ黒のコーデが好きなので。そうなんだ。確かに髪の毛も黒ですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで5組目のお兄さんたちに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。授業抜け出して私と愛のタイマン張りましょう。すごい、たくさん可愛がります。私も一緒に制服でやっていきたいです。お願いします。よ、お願いします。愛のタイマンでやって選ばせていただきました。ありがとうございます。張りましょう。イエイ。どうして選んでくれたんですか。服のファッションが自分好きだったので選びました。ありがとうございます。イエイ、嬉しいね。ありがとうございます。このモテ対決であんまり票が取れてないのでうちがふざけすぎな気がするな。はい、原宿のモテ対決が終わりました。よっしゃで、事務所に帰ってきたら男子高生ミスターコンの男の子たちがいたので参加してもらおうと思います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。かっこいいファイナリストらしいからね。わー、うん、はい、ポスターメンバーだな。日本一かっこいい男子高生を決めるコンテストミスターコンのファイナル審査期間中になってます。この期間では歌やダンス、ウォーキングや演技などを通して学びグランプリ発表イベントに向けてチームとして取り組んでいきたいと思います。おー、頑張って頑張って、マジ頑張って、マジ頑張って。早速そのメンバーについて紹介していきたいと思います。お願いします。お願いします。鹿児島県出身、17歳、長浜さつきです。俳優になるために今男子高生ミスターコンを精一杯頑張っています。応援よろしくお願いします。福岡県出身、16歳、藤本寛太です。芸能関係は全てにおいて未経験なんですが精一杯頑張ろうと思います。よろしくお願いします。高校1年生、16歳、奈良県出身の松本伊佐です。美男美女の方と同じ部屋にいるとコミュ障が発動してしまうんですけど頑張ります。お願いします。千葉県出身、18歳の高校3年生、船山恭平です。同じファイナリスト同士はライバルなんですけど、まあ、同じ仲間なので切磋琢磨して頑張っていきます。よろしくお願いします。神奈川県出身、18歳の大枝晴人です。ゆずはちゃんにお願いがあってチロチロリンをしてほしいです。お願いします。オッケー、任せて。せーの、チロチロリン。ちょっと言ってよね。またもう一回やりましょう。せーの、チロチロリン。お願いします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。一緒にミスターコンのトロフィー掲げましょう。よろしくお願いします。私が全部癒します。よろしくお願いします。授業を抜けなして、私と愛のタイマー貼ってください。お願いします。せーの、お願いします。お願いします。お、
お願いします。どうしてリザハを選んでくれたんですか？大人っぽい女性が好きで。もしかしてよしよしされたい系ってことですか？はい、ありがとうございます。服装も全部好きなんですけど、一番はずっとファンで。え、ファンなの？え、そうだったの？あ、だからチラチラミンチ。あ、そうです。え、嬉しい。ずっとファンだったです。え、ありがとうございます。どうして選んでくれたんですか？ですか、3人の中で唯一白い服着てて天使やなと思って。見た目もなんですけど、ちょ声が好きで。すいません、ありがとうございます。ギャルながらになんか落ち着いたような感じがするので、はい、結構タイプだなと。ありがとうございます。やっぱ白は強いみたい。じゃあリセル選んだ理由教えてください。単純に顔がタイプだったっていうのと、あと華奢でブカブカな服装着てるじゃないですか。ブカブカ嫌いな男って基本的にいないんで、まあ、そういうところを選びました。ありがとうございます。千葉県出身17歳山崎俊介です。憧れの人は三島圭司さんなので、三島圭司さんに近づけるよう、そして歴史に名を刻めるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。福岡県出身高校3年生古畑いぶきです。グランプリを取ってみんなの憧れの人になれるように頑張ります。応援お願いします。静岡県出身高校3年生17歳瀬戸育成です。グランプリ目指して頑張っていきたいと思います。2022年のグランプリは瀬戸育成で頑張ります。お願いします。福井県出身18歳山口圭です。まあ、数少ない単発なんですけど、その中でも目立っていけるように頑張ります。よろしくお願いします。好きなデートしてあげる。お願いします。たくさん甘やかします。お願いします。もしお泊まりすることがあったらお洋服貸してください。お願いします。せーの、お願いします。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 おお、えお願いします。すいません。あ、そういうやつ。あ、これ選ぶ。絶対選ぶ。絶対選ぶ。彼女できちゃって今日好きで。好きですけど。好き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 愛してる。そう、2人の男の子が選んでくれました。ありがとうございます。イエーイ。え、マットテンション上げてけ。よっしゃ。じゃあ、ありがとうございます。なんで選んでくれたんですか？公式の時からずっと見ててファンだったので選びました。ありがとうございます。僕もどちらかというと清楚にギャル派で普通にファンだったんで選びました。やったー、ギャル好きだー。イエーイ。みんなギャルだけどね。ということで、なんで選んでくれたんですか？はい、みんなですかね。インナー、あ、髪の毛。はい、インナーがすごい良くて、あとポニーテールの揺れた髪、とてもお好きでした。はい、あとお洋服がとてもお似合いでした。はい、はあ、ありがとうございます。あの、お顔はもちろんなんで、まあ、言わないでおきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小林明智です。18歳茨城県出身です。宇宙から見える唯一の地球人となっております。よろしくお願いします。梅井風紀、18歳徳島県出身です。15人の中で一番身長低い僕ですが、低身長好きの方がいらっしゃったらぜひよろしくお願いします。広井東馬、18歳兵庫県出身です。僕は逆にこの中で一番身長が高いです。一番似ている人はコムドットのゆうまくんです。よろしくお願いします。谷本春人、17歳兵庫県出身です。よろしくお願いします。須藤大和、17歳千葉県出身、ギャル好きなただのイケメンです。よろしくお願いします。一緒に制服デートしましょう。イエーイイエーイ。さっきブレイキングダウンとか言ってたんで、一緒にブレイキングダウン出ましょう。おー、授業抜け出して屋上でタイマー張ってください。おー、せーの、お願いします。お願いします。やったー。イエーイ、ありがとう。狭いけど選んでくれた理由を教えてください。授業中抜け出すっていうのがめっちゃ青春やなと思って。あ、それで大問じゃなくてね。やっぱ授業中抜け出すってことは、まあ悪いことをしてるってことじゃないですか。二人で悪いこと共有するその感じが好きなので選ばせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、なんで選んでくれたんですか？可愛いからです。お、単純。ありがとうございます。今日はブレイキングダウンっていう風に聞いてここに呼ばれていたので、いや、ブレイキングダウンの相手が見つかったということで、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。めっちゃこの子面白いんだけど。
唯一の学ランの子、はい、だよね。はい、そうですね。はい、なんで選んでくれたんですか。高校3年生なんですけど、もうあとちょっとしかないんで、制服デート最後にしときたいなと思って、おー、一言で選んでくれた感じね。ねえ、なんか使って。動画タイプです。あ、はい、ありがとうございます。イエーイ。グランプリ発表は12月4日にて行われます。その模様はライブ等での配信がありますので、皆様ぜひご視聴よろしくお願いします。はい、ということで、今回番外編としてメンズで持ち対決をしていきたいと思います。高校生の方2名に来てもらいました。お願いします。 TikTok 一緒にたくさん撮って思い出たくさん作りたいです。お願いします。学校あり、愛のタイマー張りましょう。高校生活、僕と一緒に素敵なものにしましょう。お願いします。せーの、お願いします。やっくぅ嬉しい嬉しい。なんで選んでくれたんですか。ボタンのジャケット私はよく着るので、かっこいいなと。嬉しい。シンプルにありがとうございます。TikTok の思い出は別にいいですか。あ、大丈夫。すみません。ありがとうございました。選んだ理由教えていただけたらなと思います。顔もタイプだし、服装もすごいタイプだし。嬉しい。それめっちゃ嬉しいわ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、結果発表ニワトリ。今回、男子高校生に一番人気があったのは、お姉さん系が当たったのかな。意外とこっち系っていけるんだなと思う。やっぱ女の子は女の子らしく。ただ楽しかったけどね。うん、こういうのなんか新鮮だね。ちょっと逆もやりたいな。確かに逆やってほしいかも。それでめちゃくちゃセンスなかった。めっちゃ面白くめっちゃ面白くね。ちょっと演技。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。お願いします。バイ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 。